フライベルク工科大学のキャンパス。2007年4月。左のプレートには GLCK アウフという行動で作業する人が入校する際に無事を祈る挨拶が記されている。アカデミー通りに面した本館フライベルク工科大学はドイツ、ザクセン州のフライベルクにあるおよそ4000名の学生を要する規模の工科大学である。1765年の設立以来、 長く、単に、ベルゴカデミー・フライバーグを称し、日本語では、フライベルク鉱山学校あるいは、フライベルク鉱山専門学校と表現された。1990年のドイツ再統一後の1993年3月11日に、テクニシャ・ユニバーサタット・ベルゴカデミー・フライバーグと、名称が変更された。フライベルク鉱山大学、フライベルク工業大学、 あるいはフライベルク鉱山工科大学とも、鉱物学研究所、ウェルナームネの正面玄関、上部にロックハンマーとともに、GLUCK アウフと刻まれているのがわかる。1965年に、東ドイツのドイツ郵便が発行した15、PF 学面のフライベルク鉱山学校200周年、記念切手。1866年当時の、 フライベルク鉱山学校の本館ゲルマニウムライヒエ、ゼッシュと呼ばれる研究と教育用で見学もできる、鉱山施設、フライベルク工科大学図書館、ゲオルクアグリコラフリードリヒ・ビルヘルムとフリードリヒ・アントンによる構想に基づき、ザクセン選定鉱下鉱しフランツクサーバーによって1765年に、工業と夜勤に関しての世界最古の大学として、設立された。 設立初期には、鉱山技術、冶金のための科学的な研究と教育として、数学、力学、気流学、水力学、流体力学、断面図法、地質製図、機械製図、鉱物学実習及び鉱物収集、冶金科学及び冶金術、鉱山測量、資金術、鉱山学、測量器具、資金装置、模型の製作が享受される、 学科目とされた。設立間もない時期に、本学で学び後に教授を務めたウェルナーは、今日か、ナリーワや変成岩の一種とされる、玄武岩や、加工岩は、水中で沈積してできた水ナリーワと考え、水性論を主張したため、火星論を唱える学者との間で論争になった。ともあれ、ウェルナーの研究手法は、近代地質学の方がきであった当時では実地に、 根差した、聖地なものであったため、ブーフ、ドービソン、アンドラダといった文下や賛同者が、本学に集まった。文下には1791年から1792年にかけて、本学で工業を学び自然地理学、植物地理学に大きな足跡を残し地質学にも、貢献を果たしたフンボルトがいる。本学の科学者による顕著な業績として、 リヒターとライヒによる化学元素のインジウムの発見、ビンクラーによる同じくゲルマニウムの発見が挙げられる。今日、フライベルク工科大学は、数学、情報科学、科学、生物学、物理学、地球科学、地球工学、最高、機械工学、材料科学、及び経済学の6つの学部から構成される高度に専門化された工科大学である。 家庭はドイツ語で提供されるほか、国際家庭では英語で全ての家庭が提供される。学士家庭から博士家庭まで全ての家庭への入学条件については、成績に基づくだけで、ドイツの公立大学での一貫した修学の条件と同様に授業料はかからず、学生は学期ごとに登録料の84ユーロのみを支払う。 修士課程を含み英語で提供される課程としては、次の課程がある。フライベルク工科大学は、高材工学分野で世界最高水準の大学と位置づけられてきた。公立大学であるものの比較的大きな私的寄付があり、本学にはドイツで最大規模の大学基金が運営されている。 フライベルク工科大学は非常に国際性に富んだ大学で2018年時点では全学生4061名のうちの24%がドイツ外からの留学生である。中国、フランス、イタリア、ポーランド、ロシア、タイなどの大学との間に複数学位の協定が結ばれている。授けられる博士号の約ントが外国人学生に対しての ものである。本学の歴代の科学者により収集された鉱物コレクションや地質学、交渉学、古生物学に関わるコレクションを展示、公開する施設が本学に付属する。さらに、ドイツの資産家で生物学の博士号を持ち収集家であったエリカ・ポールストローから寄贈された鉱物コレクションを展示、公開する施設テラ・ミネラリアム本学に付属し、 これらの鉱物コレクションは世界でも最大規模を誇る。明治時代に親とい外国人として来日した学者や技術者にライマン、パンペリー、アレキシスジニン、ネット、ミルン、アドルフ・レーデブアーといった本学で学んだ関係者がいる。また、明治時代を中心に昭和前半までに日本からも多くの留学生が本学に学んだ。岩佐岩を講師として、 原田とよき野呂影義、渡辺渡る、今泉海一郎など多くの地質学者、夜勤学者、鉱山技術者を輩出した。彼らは例えば、リヒター、ビンクラーあるいは、レーデーブアから教えを受けた。第二次世界大戦以降は東ドイツに位置していたこともあり、本学に留学した日本人は少ない。ありがとうございます。